まあね、普段忘れてるんですよ、こう自分の実年齢とかね。そういうようなことを気にしないようにしてるってわけでもないんだけど、はい、普段こうありがたいことにそれを気にしなくてもいいような生活を送らせていただいていますが、はい、いくつになっても10代やったりとかしますもんね。そうなんです。で、改めてここで50っていう数字を突きつけられると、うん、結構ショック。石田さんって本当年齢わかんないっすよね。いや、分かろうが分かる前が50っていう数字は変わらんのですよ。石田さん本当に分からないですよね。分からん、見た目で分からないとしても、見た目で分からない、知らないもん。今50って言われるでしょ、で、そうするとあって思い当たることが多々ある、自分のこう肉体の内面的なところに。あれ、なんか今日ちょっと雨降ってるから膝痛いな膝痛いなっていうか、なんか腰重いな、そろそろ冬かなとかそういう季節とか天気とか分かんないんだけど、僕はまだそこの境地には至ってないんだけど、なんか脂っこい食べ物がなんか億劫になったりとか、ちょっと食べると重くなってきますよね、胃がね。それとか運動能力の著しい低下もともとポテンシャルは高くなかったんですよ、僕は。運動苦手なタイプだから。運動しますか、なんか。いや、もうね、運動をするための準備運動が必要な段階に入ってきてるから、もううかつに始められない、そんなことは。危険で。ジム行こう。石田さん、ジム行きましょう、じゃあ。いや、だから、ジムに行くためのラジオ体操が必要だから、僕の場合。いやいや、ジムに行って、まずトレーナーをつけて、全く運動してなかった50歳なんですけど、どうしたらいいですか。いや、まあ、たぶん50歳なんて30代でしょとかって言われますから、いやいや、50代なんですって、パッてこうね、自分の免許証見せれば。ああ本当だって言って、じゃあこういう風にプログラムしていきましょうってやってくれますか。そうなんですか、はい、じゃあプログラムをするためにちょっと体のこと検査しましょうねなんて、血液検査とかしたら、血液年齢とか血管年齢とかが80とか出るから、きっと